皆さんこんにちは、シタル TV 石井亮介です。本日は2021年話題のタイトリストの審査会案、今度はこれだ、2021年新しく発売される T200 アイアンです。ツアーズディスタンスアイアン、いやー、いい球、高さが出る。まあ、中空構造だなというふうに、一応そうなるのかな。なんかでも複雑な構造ですよ。なんかあのタイトリストさんのアイアン型ユーティリティを小ぶりにしたような感じのニューシリーズ、はい、あー今日はねお借りできなかったんだけど、実はね、505って出ます、U505 っていうユーティリティアイアンより、はい、シャープな UTT アイアンとして、はい、T200 ロングっていうのが出るんです。T200 ロングアイアンっていう、 T200 のロングアイアンですっていう名前の UTT アイアンが出るんです。おそらくアイアン、それがね U500 の後継になるかもしれない。アイアン型ユーティリティだとやっぱりちょっといかにも別物感が出ちゃうときに、あのこういうのをそのままロングアイアンに入れれば、あの要は T100 とか T100S ユーザーが楽になるっていう使い方ができるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、それは本当ね、タイトリストの思想をよく示してると思いますよ。要するにロングアイアンとして使ってくれっていうことなんですよね、うん、ですよね。まあ、今日は7番を打ちます、はい、でパッとこう構えた時のこのサイズ感が多分今までのいわゆる AP2 をさらにちょっとシャープにしたぐらいの感じがこっちかなっていう。 AP2 シャープに、あの AP2 よりはやっぱこのブレードとか細いし、ただちょっとなんとなくこう塔が立ってあのアップライト気味に感じるところはあるんですけど、いや、うん、AP2 よりこっちの方がシャープだなって見えちゃいますよ。前作の T200 は AP3 の後継に位置するのかなっていう、結構重長感があったんですよね。だからこれは重長感はあんまりなくて、割とここは短く詰まって見えるので、はい、今回ですねブレード長を短くして、オフセットも少なくして T100 と同じオフセットになっています、はい、ですよね。だからトップラインは薄くなり、ソール幅もちょっと狭くしているというんですね、うん、さっきほら T100 とか T100S を MB とか CB と共用して使うことができるんじゃないかって言いましたけど、おそらくこれは T100 とか 100S と共用して上の方だけ使うことができる、そんな雰囲気。あの T100S のアイアンの打感のこう良さ、重たさみたいなものの、ボールに当たった瞬間は結構それに近い質感を感じるんですけど、T100S と比べるとそこまで中身が詰まってなくてスカッて抜ける感じがするんで、入りの感じは結構近い感触がする。だけど打ってみると中は空洞感というか、あの逆に軽い感じがするんで、だ上の番手だけ入れるんだったらあれでしょうし、逆にこれを使ってる方からすればやっぱ T100、T100S はちょっと別物なんだろうなっていう、ちょっとこうそこはきっちりあのユーザーを分けてる感じはします。こっちの方が楽に球を上に上げてくれるっていう要素が強いかな。口当たりはいいんだけど後味が違う感じ、全然違いますねファーストタッチは結構似てます。ただその後のあの2段階でその後がすごいこう軽い感じになるので、うん、フェースの素材は T100、T100S でも採用されている、単造サプテンというあの素材なんですよ。やっぱりそこはじゃ一緒なんですね、うん、まあでもね L 型フェースにしてるからやっぱり弾き感みたいなものはそう強くしてる。タイトリストはやっぱり寛容性みたいなのはちょっと意識してて、あの打点がぶれても初速が落ちないようにっていうところを、スピードみたいなところを結構こだわって作ってる。正直前作の T200 と比べたらあんまりでも乱暴に飛ばなくなった感じがします、うんうん、前作の T200 って結構吹っ飛んでくる感じがあったんですよね、うん、だからそれと比べるとこの新しい T200 の方がもうちょっとボールをこう止めるというかコントロールする、そういう感じが。見た目もシャープですよ前作より。だいぶシャープですよね。
ちなみに T100 と T100S との最大の違いはフェースの裏に高弾性ポリマーコアというのが入ってます。ニューマックスインパクト 2.0 というですね、名前のテクノロジーなんですけど、ちょっと打ち込みすぎてるのかな。 2.9 ちょっとね、もしかしたらなんか芯の上で打っちゃってる感が若干していて、もうちょっと僕が思うより重心が低いのかもしれなく、ちょっと払った方がいいかもしれないです。ちょっと薄く入れてみたんですけど、そんなにだから T100 とかと比べてもバカっ飛びするっていう感じじゃなくて、純粋に球が上に上がりやすいっていう、そういうこう位置づけな。あ、そういえばね、その T200 はシャフトが違うはずなんですよ。はい、NS プロ 880AMC というですね、今まで見たことがない、タイトリスト純正の日本シャフトのシャフトが入っている。重量、そして重心をフロー設計、振り心地を番手変えて極力変えないというスタイルで、ロングアイアンは 90g、ミドルアイアンは 98g、ショートアイアンは 105g という設定になってます。へー、モーダスに比べるとちょっと動きがあるのかなっていう感じがしましたけど、どうですか？動く感じ、まあまあ言われてみれば動く。でも今これ打ってる限りにおいてはそんなに大きな違和感はないです。うんうんうん、ちょっとだから、いわゆるアスリートが使うには軽量シャフトと言っていいのかなっていう気がちょっとします。ちょっとこうやっぱ上にいきなり打ち出しが高いっていう印象の方が強いな。それがシャフトのせいなのかなって思っちゃうのか、まあ、でもスイングちゃんと入ってますしね。うん、だから明らかにこう前作の T200 のアイアンと比べると、うん、ぶっ飛び感は減って、本当にグリーンを狙っていきやすいタイプのクラブに仕上がってる感じがします。高さ出したいっていうところに結構フォーカスしてるんじゃないかなと思いますね。スピンも6000入ってますもんね。T100 とかでやっぱ浮かないんだとか、もうちょっとこう助けてほしいっていう、だけどシャープなのが欲しいなんていうところだと思いますよ。では恒例のロフト角当てクイズをしたいと。そんなに立ってないと思います。32とか31212212 どっちなんだい。いやだからさっきほらね、いらない情報が入るわけですよ。 T100 が34で 100S が32だって言ってるじゃないですか、うん、通常これが立ってるだろうっていうところを、いや実は立ってないんですっていうオチが待ってるんじゃないかっていうということで32度でいや T100S が32ですよ。はい、だから立ってるはずなんですよ本当は、うん、あえて立ってないって言ってみたんですけど、その振りはじゃあ30度にしときますえ嘘正解31度です。あ、やっぱりそこまで立ってないんだと思いますよ。ちなみに前作は30度だったんですよ。はいはい、であんまりこれ強調するとタイトリストの方に怒られるかもしれないですけど、あえて寝かせてるんだよね、うん、でも飛距離はそんな変わんないよっていうのがやっぱ一つ売りになってるらしいです。でも正直そんなにぶっ飛び感は減ってる感じはしますけどね。ソールのデザインとか割と前作に近いこうツヤツヤな感じもしますけど、打感が明らかにこちらの方がちょっと軽やかな、T100S の方がこう食ってる感じは強いかな。ちょっとオーバーかもしれないけど、ツアーアイアンみたいに使えるディスタンスアイアンなんですよ。うん、要するに上級者向けの小ぶりのアイアンのような飛び方をするアイアン。まあでもこの、まあ、シルエット的なシャープさも考えると、まあ、例えば他社で言えばテイラーの P770 とか、ああいうところとこう、まあ、あとエイペックスフォージドとか、ああいうところとこう比較対象になるのかなっていう感じがします。なるほど、はい、もうちょっと飛ばしたくない？どう？飛ばないよそんなに。これ上に上がっちゃうんだ。そう、31度でしょ。170いかないっていうね、うん、いやいい球、高さが出る。これで前行ってたら最高ですけど、飛ばせって言うから飛ばしたんだけど飛んでないねあでも
うん、170だからどっちかというと中上級車が少し飛距離欲しいなっていうような数字なのかなっていう気がしますね、うん、わお全然前作と比べてこうバカ飛び感は落ち着いた飛びになってるのかなっていう上に行くね前は、はい、おお175前はバカ飛びして結構可愛いアイアンでしたからね、うん、よりなんかこうシリアスな競技ゴルファーが使える雰囲気が、はい、雰囲気を感じますなるほどありがとうございました総評は T300 のところでやりたいと思います、はい